さあ始まりました、フリートチャンネル、ハロー、助けてアホゲンガ。今日はイケアさんに来ました。イケアです。今日やる企画は、こちら、じゃん、1万円コストコドンキホーテとやってきましたけど、今回、イケアさんで1万円使ってどれだけいい商品を買ってこられるか対決。おら、今のところ一勝一敗なんですよ。一勝一敗、いい勝負だね。そうです。またある方に勝敗をつけてもらいます。この人に向けて買うのではなくって、誰しもが安定したとしていいかってことだもんね、はい、そうです、そうです、はい、基準、まあ偏った審査方法を取るかもしれないですけどね。はいはい、はい、それでは1名対決いってみよう。はい、というわけで、はい、IKEA から帰ってきました。今回の審査員はお団子さんです。よろしくお願いいたします。第僕審査員ロボ呼ばれて出てきて呼ばれて出てきてそのまま帰る。おはざした。あれ、気悪いの。さっき寝てるの叩き落とした。今回も厳正なる審査よろしくお願いします。あ、もちろんです。はい、はい、国民の皆様に紹介できるようなものを買ってきました。じゃあお団子さんにというか全国民にお勧めするのか、ね、で僕から先行きましょうか。じゃあまずはこちらから、じゃん、星型ライト。ドラえもんの道具、星型ライト。電球、これも一緒に買ってきました。ちょっと時間かかってますね。ね、ちょっと古いですね。おー、ライトがつきました。ワニ、ワニ側正解。さあ、何の問題だろうか。ちょっと時間かかってますよ。そんな時間かかってやるんだ。いや、違う負けで。お父さん、じゃあスイッチを押してもらえて、ほら。今腹でスイッチってボケをしようとしたら俺と全然合わなくて。俺がやついちゃった。ちょっと休まりますね。休まるでしょ。今これ明るいけど、あ、ほらすごい、ほんわか。うちにはこっちありますよ。わー、違う違う違う、やめて。腰ちっちゃ。じゃあちっちゃいのに理由があるんです。じゃん、低反発枕。なぜ低反発枕かというと、これ枕元に置くんですよ。で、ベッドにこの低反発枕を置いてゆっくり寝れる。ちょっと頭乗っけてみて。見えない光が。いやいやいや、どこにあんの。ベッドはこう。でっかい星だ。じゃじゃじゃ、これいいな。でもこれは狭い部屋に置けないから。ちっちゃい。枕元に置いてください。ほらほらほら。で、次こちら、リーフ。あの、クリスマスシーズンなんで部屋のこういうとこに。で、このリーフが、リーフじゃないですね、リーフですね。649円。お買い得でしょ。確かに。これでクリスマス感がすごい出たじゃないですか。出ましたね。そこでもう一つ、毛皮のカーペット。すごいモフモフじゃん。これ4999円です。でも本当の羊毛、白毛みたい。あー、これだ。そしてこれだけじゃないんですよ。こちら、じゃん、クリスマスっぽい包装紙。この包装紙、別の使い方あります。変動はしない。これをね、自分家の壁にペラ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 って、で、こうやってやれば一気にクリスマス感が出る。599円。今年のクリスマスはイケアで決まり。ちょっと電気消すよ。ほら、クリスマスですよ。ジングル。あ、消えた。電気止まった。なんで貧乏。電気だから。貧乏。サンタさん、電気つけて。え、サンタさん来た。サンタさん、サンタさん、ブー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 一つ目、こちら！じゃん！キャンドルライト！これですね、アゴキングさんがさっき星型のライトだったじゃないですか。あれ、大丈夫ですか？手間？犯罪言ってた手間？跳ね返ってくるシステムだから、全部。こちらね、アゴキングさんとはちょっと違うライトなんですけど、おでこにちょっとかざしてみてください。お、え？え？トナカイ。一つのトナカイあんまないよ。これ早いんだよ。ただこうやって埋めて、入れるだけだ。で、これをコンセントします。はい。せーの！あれ、ディジタル光。これがいいんですよ。ろうそくでついてる火っていうのがクリスマスっぽさ。小さいじゃない、火が。火が小さい。だけど家って結構ライト多いのよ。例えばね、後ろ見て、こんなのあるんで、この横にあったら映え。意味ない。もう意味ない。全部白になっちゃってますよ。火だけオレンジとかゆらゆらしてたら俺まだ。白で統一っていうのがやっぱ部屋の感じ。俺ね、やっぱお団子さんの部屋って真っ白じゃないですか。進んだ。はい、誰と引っ越せ。ねえ、おおおい、1個上がったよ。火がマッチ売り、マッチ売りスタイル。願い事叶うかな。うさむさんの願い事叶え。売れた。叶ってくれ。やった。こちら、じゃーん。どうぞどうぞどうぞ。
収納テーブル。この中がゴミ箱みたいになってるんだけど、公園のね、この中に物を入れられるわけですよ。なるほどなるほど。蓋みたいなのがついてて、これがテーブルになるんだって。へえ。ちっちゃい子供がいた時とか、ぬいぐるみとかおもちゃとか入れるの。なるほどね。これなんだけど、くぼみがあって、はい、こうやるとちょうどはまるの。おー、はまる。ぴったしカンカン。そう、かぶりまーす。おー、そういう風には使わない。いや、そういうのもありです。そしたら壊れば、ね、開けると、まあ、便利ですね。続いてこちら、はい、犬、犬欲しい、犬欲しい。なかなかマンションとかアパートとかでは犬飼えません、はい、そんな時に1499円でこちら買えるんですよ。猫に来ない。カメシカ、カメシカ、凶暴犬になった。で、続いてこちら、じゃん。なんじゃこれ、なんだそれ。これちょっと組み立ててみます。まず組み立てる、時間かかるよ、ね、せーの。おー、なに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 、おだんごさん、おだんごさん、なに、おだんごさん、うん、え、なにこれ、照らすよ、でっかい太陽。この中に骨組みをね、立てていくんだけど、すまないます、すま、星のライトよりは時間かかってません。できました、じゃじゃーん、子供用テントです。いくらと思う、3000円。1999円。おー、1000円台なのよ。お子さん入ってきたの。お子さん秘密基地みたいなの好きだから。そうなんだよ。はい、ジョン、ジョンって言うんだね、ジョンって言うんだね。ちょっと発達しすぎてるのかな。大人一人よ、ほら。あ、本当だ。あ、ジョン、あ、いいじゃん。これ上もさ、小窓があるじゃん。あの、大人がね、中で遊んでるんだなと思って、こうやって安否の確認できるわけ。あ、なんか覗いてる。そして、最後、こちら、人工観葉植物。完全にお金合わせてきたよ。399円。いや、だからそうだろ。一応クリスマスシーズンなんで、クリスマスの色、これはですね、なんていう花、なんていう花、まず一軒、一軒家っていう花なんだね。花の言葉があるんですよ。未来の成功、願い叶いますか。叶いますよ。欲しいです。嘘ついてたら一軒家さんから訴えられるけど大丈夫ですか。覚悟あります。覚悟ってなんだよ。おお、なんだ、今日モノボケ大会だと思ってる。それでは、おだんごさん、どちらが良かったかお願いします。イケア1万円買ってきました。買った方は、結構これとかでしょ。これもライトの方だけでしょ。ちょっと待って、本当に実用的ですか。ちょっとね、紙いらないかも。いや、どう考えてもいらないよね。ダゴキングさん、全額負担決定。アイアンマン、うわー、キッチン。いや、この商品の中で一番欲しいものは毛皮。毛皮かー、くそー。1位はこれだけど、はい、全体的に見たらこっち。なるほどね。皆さんもぜひ IKEA で買い物してみてください。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価お願いします。それではまたね。おめーん、はい、たい24時間2人共同生活したいと思います。うわー、うわー、ついた、防水だ、防水だ。おー、いいじゃん。どうして、怖い、怖い、鉄格子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 、